門ンポ駅は、北海道中川軍美福課町あざモポにあった、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W56。電報略号はもほ上り最終列車は当駅を通過していた。1977年の門ンポ駅と、周囲約500メートル範囲の状況。上が、輪っか内方面。千鳥式ホーム2面2線に副本線。 駅舎は区内側に引き込み線。この写真の時点で、すでに貨物取扱いを廃止してから久しい様子で、この年の5月の貨物取扱い廃止以前に引き込み線と副本線が撤去されているようである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名に由来、アイヌ語のモヌプオ内に字を当てたものである。このか。 モーヌ内やモムポ内からなど諸説ある。なお、1898年5万分1地形図にはモヌッポ内の表記がある。いずれも現在のパンケニュープ川を指した名称とされる短式ホーム1面1線と車掌車駅舎を持つ地上駅だった。かつては木造駅舎と千鳥式ホーム2面2線を指吹本線を有する一般駅であった。年は 旧一番線ホームのみ、使用の一面一線となっていた、無人駅だった。1日の平均乗降人員は以下の通りである。当駅を含むビフカ町に所在する、無人駅3駅が、2021年3月13日に廃止されるのに合わせて、地元若手住民で構成されるグループ、ビフカ廃駅プロジェクトが、廃止対象3駅を物体とした、 記録映像の制作を2021年1月より開始している。同年1月25日には映像制作費を募集するためのクラウドファンディングを開始させ、駅のイラストが入った返礼品も作成された。ありがとうございます。